い、どうもピョキンです。今日はですね、いつもみたいに一発マリオとトロールコースじゃないんですよ。というのもですね、たまにはトロールと一発マリオ以外のコースもやりたいなと思うわけなんですけど、ただコース選定が苦手なんですよ。ということで今日は全ての期間から人気ランキングを絞って5つコースをやりたいなと思います。そしてそれと別にね、めっちゃ面白そうな1の1があったんで、それをやっていこうかなと思っております。それじゃあ早速やっていきましょう。といったもののね、とても難しいんで全期間ランキングで探すじゃん。ほとんどクリアしてるんだよね僕で、こっからクリアしていない上位5つを探してやっていってみるね。でまず最初に1位にこのコースが出たんだけど、判定がマジでわかんないよね。明らかに2位と3位の方がハートの数とか足跡の数多いじゃん。まあまあそれでもね、一番最初にこのコースが出たんでやっていきましょう。クリア率は 2.57%。 久しぶりで涙が出そうだね。今エアコンめっちゃ効かせてね、鼻から涙出そうなんですけど、そんでこれ最速クリアが22秒って書いてたんですよ。なんでそんなに長くないコースだと思います。これそんな難しくないんじゃないかな。いや違うんだって、いや違うんだって。ファンの皆様、僕がこういう通常のコースをするとかなり、いや違うんだってが聞けるかもしれません。自意識過剰なんだよ。今ピンポンしたけどこっちに合ってるでしょ。で最近ね、とある方の実況動画見てて、その動画を見終わった後って別の方の動画が勝手に流れる時ない？おすすめ動画かなんかでさ、でその動画で流れてきた人がすっごいうるさくて、もうちょっと切れそうになったぐらいなんだけど、でもよーっと見てみるとさ、意外と面白いの。で名前見てるさ、ピョキングって書いてたんだよね。自分の動画を自分で面白いとか思っちゃったね。とんだ自意識過剰野郎だったよ。はい、それじゃあ無事に1位はクリアしたんで、次は4位か。このコースやっていきたいと思います。クリア率は 1.66%。 プラットフォーマース、プラスチック、まあ、大体プラットフォーマーって書いてたらさ、リフトを乗り継ぎながら行くか、ドクロコースターを乗り継ぎ。いやだから違うんだって。いや覚えろか、遠かったね最初のこのリフト。恥ずかしながら一発で落ちてしまいましたけど、それじゃあここはリフト乗り継ぎゲーっていう感じだね。いや正直言っていいかな、正直僕こういうリフト乗り継ぎながら進むコースっていうのはね、めっちゃ得意なんだよね。見てこの安定感、やられる気配がないでしょ。このまま一発でクリアしたいと思います。最初のあれはカウントしないで。それじゃあここは中間ポイントあんのかな。うわあるね、優しい。でも僕は中間ポイントがいらない男、あの中間ポイントは無意味だっていうことを証明してみせましょう。さあこっから何が来る、もっと難しくなるのか。あ急に大砲は聞いてないよ。じゃあここでパウを叩いてダンダンダン。いやこれマジで一発でクリアできるんじゃない、もうすぐゴールなんじゃないのかな。いや絶対ゴールだよこれで。ごめん、うますぎた、見せどころしかなかったね。はい、それじゃあ無事に4つ目もクリアできたから、この下ずーっと行ってみると、なんこれ。こんなんやった覚えないんだけど。5YMM のボーンヘッドバンカーって書いてるのか、白旗マーク立ってるからやったことありますよっていうコースなんだけど、全然覚えてないね。ちょっとよくわかんないけどやってってみよう、もしかしたら思い出せるかもしんないね。え、こんなコースマジでやった覚えないんだけど。すげえ面白そうじゃねえか。こんなコースあったら僕見逃してないよ絶対に。多分あれだね、泥棒が忍び込んできて僕のスイッチ勝手に触ったね。でこのコースをしたんだよきっと。それじゃあドクロコースター行きますか。裏切るなよ、3つに分かれるとか急に。そんなんはないよな、トロールコースじゃないんだから。トロールコースじゃないから、ここコインの信用性が半端ないね。それじゃあここはジャンプしてドクロコースターが来るのを待っておけと、そういう感じだね。ここがハネレートあって待っておけみたいな。なるほど、めっちゃ面白いねこのコース。さあ行ってくれ。あ、おお、よっしゃ。今変な素の声が出てしまいましたけど、まあ無事中間ポイント取れたね。まあ難易度的にはね、そんなに難しくないっていう感じかな。ちょっと待って、今の10コインは罠なんですか。なるほどね、もうこのコースの全体像が僕にはもう見えてきたよ。日本地図の形ぐらい僕も分かってるね。それじゃあここは砲台に乗っていいのかな。早く来て。
いやマジでか、もうトロールコースばっかやってたら本当に信用ならないんだよね。いろいろとドクロコースさんに今までなんてやられたことか。今日は信用していいのか裏切らないよな。待って、2つに分かれてる。頼むって、3つになって花ちゃん戻ってきた。面白すぎこのコース、本当にこれは信用していいのか。叩く、そして右にジャンプ、戻る感じこれで上、さらに上に土管があるのね。いやこういうドクロコースターを使ったコースって僕めっちゃ好きなんだけど、速さがまだ物足りないんだよな。いつかマリオメーカー3が出たらこの2倍ぐらいの速度のドクロコースター作ってほしいね。赤ドクロコースターだよみたいな。めっちゃスリルなコースが出来上がると思うんですけど、それじゃあ中間ポイント取って次の場面に進みましょう。これで多分最後でしょう。上か下かどっちだ。一旦ジャンプしとこうか。下で次は上に行く感じだね。さあこっから絶対難しくなる感じだと思うんですよね。ここでオンオフ、さあここでリフトに乗って、いやどこに行けばいいの。意外と助けに来てくれるなこのコース。うわ3つに分かれやがった。どれを信用すればいい。こっから下に降りていいの。ここも下、そしてもう一回下。意外とやられないねこれ。そんなに難しいっていうわけじゃないしね。さあこのままドクロコース、はっ、ナイス。これめっちゃ助けてきてくれるから、もうそんなに、あっあっあっ、石の親父。そろそろなんじゃないか石親父ゾーンは。じゃあ石親父が来るところは一旦右にジャンプして避けろっていう感じか。さあもうゴールなんじゃないかな。あれ鍵とかなかったよね。え、鍵どこで手に入れれるんだろう。剛腕 MM って書いてんのか。いや鍵は剛腕 MM より鍵が欲しいんだけどな僕。どこにあったんだろうね、全然気づかんかった。多分飾りだねあれ。はい、それじゃあ12番が終わったんで次は13番のシーソーエアラインだね。クリア率は 2.51%。 いやもうさ3つコースしたけど、さすが人気ランキング上位のコースたちだね。神子神子神子って続いてる。さあ次はどんなコースなんでしょうか。この砲台はオンオフしてなくなる感じでしょう。うふふが絶対面白い。何このコース。これは期待大だね。オンオフしてシーソーが上に来るから、これを駆使してどんどんクリアしろっていう感じだね。まあでもやられる要素はそんなにないよね。ここもリフト乗ってオンオフで乗ると、これは簡単かもしんないね。それはないやろ、今の絶対あそこに行くって。このコースちょっと騙し要素含んでるよ。え、このオンをするだけだったらダメなんだね。上に行けっていうこと、なるほど、このパワーブロックを叩けっていうことか。そんでブラパがいなくなって上に行けるっていうわけだね。次はパウがあって、なるほどね、この針の上にパウを置いて上に行けと、そういうことなんだね。で次はどうなんだ。わかった、このパウ持ってブラパを倒してまた上に進めっていう感じだね。今回この子あんまりやられる要素はないんだけどさ、めっちゃ頭使うよね。なんだなんか余計。これオンオフして、なるほど、この下をくぐっていけっていうことか。そんで次はこの砲台の上に乗って先に進めっていう感じで。いやすごいね、もう考え方がすごい。こういうの考えれるのがマジですごいよね。はっ、さすが人気ランキング上位のコースだね。アイデアがマジで神すぎる。今度から自分で探すのやめてさ、人気ランキング上位だけのコースやってってのは面白いコースばっかり巡り合えるような気がするんですけどね。今タイミングめっちゃ上手くなかった。たまたま成功しましたけど、ここはオンをしてどうする。右に行けばいいのか、そしてこの砲台に乗ってどうすればいいの。あれここはもう分かったよ、左を進化しといたらいいっていうことね。それじゃあ進んでいきますか。第2中間ポイント、あったね。ここはオンオフをしてどうなるんだろう。え、どういうこと、オンオフをしてこの甲羅の上に乗っておけばいいの。うわこれは面白い、予感しかしないぞ。さあもっと面白いのを見せてくれ。もう一回甲羅に乗りたいよ僕は。オンオフしてどうすればいいの。この何やろうが。じゃあここはオンオフしてバレた瞬間右にジャンプしろっていうことだね。そしてこのまま下、オンオフをしてまた上に上がるっていう感じでしょ。そして右に行けと、そういう感じだね。ここもまたコーナーに乗れるんじゃねえか。さあ行ってきます。
族へ行ってきたね。なるほどね、ここはツタに自分で捕まれっていうことね。それじゃあツタに捕まって右に行く、そんでこのドクロリフトに乗ってオンオフをして杭に乗るでいいのかな。なるほど、上がってきてくれたね。さあドクロリフト行きましょう。ここでスイッチ押してどうなる。上か、上行って右に行けばいいのか。また乗れるじゃねえか。それじゃあ次こそやられないように行ってきます。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ動画の冒頭でも言った通りですね、気になってる1の1なんですけど、スーパーマリオブラザーズワールド1の1 P ちゃん ×20 秒のスピードランって書いてるんですよね。なんでコース名の通りですね、初代スキンの1の1で20秒以内に P ちゃんをしていけっていうコースだと思うんですよ。さらによ、ゴール条件があるんだよね。おそらく P スイッチを全部踏めとかそんなんじゃないかなと思うんですけどね。説明文には時間に余裕があります、かっこ約1秒、全然ないんだよそれじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 0.55%。 いや、やっぱり P スイッチを全て押してからゴールだね。でもさ、スピードランってことはもう常にダッシュしていくようなコースだと思うんですよ。まあ、1位も余るって言ってたけど、こう常にダッシュしながら P スイッチを押してってみようか。それでゴールできるんじゃないのかな。やらせんな、とんがりこんげ。いやでもさ、なかなかいいところまで行ったんじゃない。初見にしてはさ、クリア率の割に意外といけちゃうパターンのやつか。それか僕が上手すぎるのか、どうなんだ。だから邪魔せんな、とんがりこんげ。あのクリームが出てくる前のピースイッチがあるじゃん、それを最初のジャンプで踏めっていうことだと思うんですよ。多分ね、ここ最初、そして次は大ジャンプ。ナイス、そういうことね。さあ進んでいきますか、このまま。いや、あの右のこのピースイッチでいいの。右、そしてここの右ジャンプ。さあこれでゴールできるのか。いやもう大体分かったよ。クリア率 0.55% だかなんだか知んないんですけど、さっさとクリアしていきますか。僕にとっちゃクリア率 0.55% なんてぬるいもんだよ。今までどんだけやってきたと思ってんのよ、クリア率が低いやつを。こんくらいぐらいさっさとクリアしてみせますさ。ここだったね、先やられたの。はいはい、いやいや今の絶対ゴールしたと思った。そっか、時間制限があるか。いや完全に忘れてたね。いやでもさ、そんなに遅いところなかったよね。ほぼノンストップで行ったと思うんだけどな。逆にノンストップじゃないとこのコース進めないよね。どこが遅かったんだろう。完全に今もう右押しっぱで、ここかな、ここが大事なんかな、やっぱり。それじゃあさっきのクリボのとこもうちょっとだけ早く行ってみる、努力してみるね。早く行ける自信ないけどさ、そんでこのコースを作ってる方がピオキングを持ってさんっていう方なんだけど、僕のコースに書き込みがあったんだよね。2年と3ヶ月ぐらい前からずっと見てますっつって、そっからめっちゃ子さんの人じゃんみたいみたい。どうもありがとう。そしてこれゴールできるんですか、頼む。やったどうもありがとうございました。あのね、さっき1対1のコースして用事があって出かけててさ、次の日これ収録してるんだけど、ランキングの順位が変わってるね。どうしよういや本当に申し訳ない。なんでこの中からもう僕適当に漁ってていいかな。はい、ということで次はこのコース、ランキング81位にあったんだけど、1位から100位を全部見てってね、 3D ワールドのコースがこれだけだったんだよね。なんでそれがちょっと気になったし、 3D ワールドの今日やってなかったしさ、このコースを選びました。ということで早速やっていきましょう。クリア率は 2.00% で、説明文にね、ウォールジャンプって書いてたんだよね。なんで壁キックのコース。いや違うんだって。なんで僕はいつもコースを始めた瞬間ボンミスが多いんだろうね。同じような方いないから、コースを始めた瞬間しょうもないやられ方するみたいな。まあ一応今日初めてのコースだし、まだ手が馴染んでないっていうか、ここは上一緒やし。なるほどね、ここは透明度感から出たらすぐ上に行かなくちゃいけないんだね。ちょっとトロールコースのさ、地点が残ってるかもしんない。あのドス何してくるんだろうみたいな、ちょっと見てしまうんだよね。ここは通常のコースだ、何もかも信用していいコースだぞ。ウッキまあこれで中間ポイント獲得かな。さあこの中間ポイント取って右に行ってバックを踏む、頼む。そしてこの、あ、分かったよ、これ緑のブロックがあるじゃん、この通り行けばいいんじゃないのかな。多分これが壁キックする場所っていう感じでしょ。それさえ分かればもうこっちのもんだよ。見ててきっと。そういえばね、この動画を出してる時、僕多分ね沖縄にいるっぽいんだよね。あ、そうか。
マリオは地獄に行ったみたいだね。で、なんで沖縄にいるかって言ったらさ、マリンスポーツがめっちゃしたくて、この夏に。まあ、この前イルカとも泳ぎたいとも言ってたんですけど。何やってんじゃん、さっきからゲームに集中せすいません、皆さん集大を見せてしまって。まあ、いつも集大しか見せてないんですけどね。で、ウェイクボードっていい加減にせんかいや、ほんとにごめん、ここ僕苦手かもしんない。ちょっと集中していいかな、ここをクリアするまで。で、さっきの話の続きなんだけど、ウェイクボードっていうのがね、一回やってみたくて。ウェイクボード知ってる方いるかな？海の上でサーフボードみたいなの乗ってボートに引っ張られるって言えばイメージつくかな。ちょっとわかんない方はね、ググってほしいんですけど。で、あれやったことある人いるかなと思って。あれめっちゃ楽しそうじゃない？僕ね、それやったら絶対筋肉痛になるだろうと思ってね、筋トレしてるんですけど、その行く前からね、全身筋肉痛今筋トレしすぎちゃってね、もう体ボロボロの状態で行ってるわけなんですよ。僕のことをね、実写で見た方はわかると思うんですけど、マジで細腕と細足だからさ、体重なんて50キロぐらいだよ。50キロに毛が生えないぐらいのさ、体重だよ。それでさ、ウェイクボードやるなんて海にさ沈むようなもんじゃん。はい、ここでブロック。もうゴールあっていいよ、そろそろ来た。これはもうゴールなんじゃないですか。さあ、ゴールしましょう。いや、このコース沖縄のことしか喋ってなかったね。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。